お前らも僕たちがさばいてやる。あれボスなのね。おい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 、彼方の残響チェインドエコーズ言うてますけど。おっそすチェインドエコーズ続きいきます。マイクロベーサーどうぞよろしく。さあ何やらグレンの心の中に入ってきたみたいなんですけれども、グレンが意識を失ってしまったマグノリアの力を借りて彼の心を取り戻さなくてはってことで、グレン抜きでやっていくようでございます。というか知らん間になんか結構ポイント溜まってるやつです。前回エギルがね SP ポイントがもう999になっとったから、そういう風にならんようにしてかなあかんやけど、ちょっと TP とかこの辺マックスになってきたし、どうしようかな。他のに多分変えた方がいいんじゃねっていうのもあるけど、でもシンプルステータスの方がまずは優先かい。あと3つ獲得すれば下のやつやけど、まだまだやな。そう思ったら他にパッシブスキルが埋まってないやつはビクターとあいつ缶詰。ビクターはだからちょっとそろそろこの辺やな。なんか覚えといてあげた方がいい。カウンター精神、シンプル精神、TP 消費ダウンとかの方が無難かな。で、後のやつらは、まあ一旦、まだステータスとかでいいかな。こいつがちょっと気にはなるんだが、物理か魔術か。どっちか。こっちにしとこう。この辺、両方やとありがたいんやけどね。自家製の薬。防御上昇。自分だけやねんな、こいつ。全体攻撃は覚えといていいかも。だな。んな感じでいいかな。ああ。前も結構、全体攻撃あって良さそうやけど、まあいいでしょう。速度上げて。体力上げて。前はでも6ポイントあるけど毎回悩ましいよな。防御ぐらいたまには振っといてあげようか。結局缶詰食わのお前どうにもならへんもんな。よし行くぞ。お前どうやってこん中入ってん。いやマグノリアに頼まれましてね、夢の中でも必要なものがあるかもしれないし。いや夢の中だろうが商品は商品です。ああゼロワークで渡すわけにはいかないですね。でも別にまあまあすでに持ってるやつ系でお金があんま今ねえから、一旦まあまあこのまま進んでいってみましょうか。おこのまま何、ここにあるもんはグレンちゃんの心の中の各地点につながっている。心の中で彼が失った記憶を取り戻さないといけないわ。もう FF7 のクラウド感がめっちゃあるよね。待って何が来る。敵かい？あ、子供。ヒューリー。お前ら、この先には進ませないぞ。お家に乗り込んでこないで。あん時の子供やな、多分幽霊の。出て行けよ。兄ちゃん、僕らのものだ。だ、誰なのである？私たちはお兄ちゃんのせいで死んだ。僕たちは兄ちゃんの罪。グレンは罪人。だからずっとここにいるんだ。お願い、そこをどいて。え、左に行くんじゃないの？違うの？どうしてグレンは憎まない？あいつはお前を、愛する人から引き離した。あいつはお前を殺した。あ、ティモシーじゃないって言いたいのかい？あれは事故だったの。私がああしていなければティモシーが彼を殺してた。今の聞いた？随分苦しい言い訳よね。殺しは殺しじゃないか。前世のグレンはとんだダメ男だったわ。漁師の父親に甘やかされて毎日贅沢を暮らしながら遊んで暮らす
うん、本邦、うん、なんとか息子。そしてあいつは生まれ変わっても何も変わらなかった。あいつはグリモワールを使って何千、いや何万人も人を殺した。一度じゃない、二度もやりやがったんだ。事故よ事故。グレンが望んでやったことじゃないわ。見苦しいわね。あなたがあいつの言い訳を探している間、どれだけの人間が死なないといけないの。は、うるさいわよ。マグノリアさんが一括。リンネに帰り損ねた亡霊たちがグレンちゃんに取り付いて御託を並べるなんて100年早いわ。金庫の魔女マグノリアが命じる。立ち去りなさい。は、まあ100年とまでは言わへんかな。10年ちょっと早いぐらいかな。あの子供たちはグレンちゃんの恐怖心に積みついてるのよ。なんとかしなきゃいけないわ。もしグレンが全てを思い出すことができれば、門をくぐり抜けながら記憶のかけらを探してグレンちゃんの過去を取り戻すのよ。グレンちゃんの過去で、はあ、ここだね。こっちからっていう感じか。んで、マップ広めで、またこういう、ああパズル系ね。敵はじゃあ出てこないってことでいいんかな。海辺をはめる。ああそういう感じっぽいですね。いや敵出ましたわ。敵も降りましたわ。東に進むには3つのかけらを全部元に戻さないといけない。3つのかけら、は？何それ、結構むずない？なかなかめんどくせえな。これで、ああやっといけそう。めっちゃ時間かかったここ。オッケー。で、おや、これはきっとグレンの記憶のかけらだな。男の子が見える。この子はうん、グレンでもバンでもない。緑色の髪、めちゃ殴ってる。は、やめてください。誰や。やめてほしければまずは貸した金を返しな。キリアとか、は、おい、緑色の髪よね。でも可愛い娘の手術に貯めておいた金だってのによ。でももう持ってないんです。本当です。なんだとこのガキめ、盗みを働いたのかい。ああ悪い奴なのである。どうしてこんな光景はここに。グレンちゃんはたくさん悩みを抱えた男の子よ。きっと何らかの形で彼とつながってるんだわ。なや、あ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 ら、悲しき教会のやつ、かわいそうに。一体何をされたのだ。来なさい、このまま放っておくわけにはいかん。うん、どうした、あ、どうだ、おいしいか。あそこの部屋に着替えが用意してある。元気になるまでここにいるといい。めっちゃパン抱えてる。君名前は？バート。顎になんか傷あるよね。何を見ているんだ？本が気になるのか？そうか、好きに読むといい。バート。あの人はなんとかバートっていうやつがいたんだっけ？あいつに見覚えがあるんですか、ビクター殿。彼は非常に聡明な子供だった。その頭脳に気づいた司祭はそのまま彼を引き取り自分の元で育ったのだ。やがて彼は新座大学への入学を許された。彼には魔術を操る才能こそなかったものの、その頭脳で研究者としての道を歩み、魔術の発展を数十年も早めたと言われている。結果新座屈指の知識人として歴史に名を残すことになるのだ。この子供は俺の師バーソロミューに他ならない。あれ、バーソロミュー、ちょっと名前ちゃうやん。あれ、へえ、じゃああいつがビクター殿の先生なのか。ああ、そしてあの人はグレンでもある。どういうこと？マジかよ。え？あれビクターやんな。すいません、バーソロミュー教授ですか。ああ、そのはずだ。シシシ、お前がシシシのシなの？何かご用かな。シシシのシ、お礼を申し上げたくて兄さんに入れたのは教授のおかげですから。君は新入生か。そうです、教授の奨学金で忍者に入りました。俺はもともとショーマンとして各地を巡り歌いながら生活していたんです。
ですが巡業の途中で盗賊に襲われ一文無しになってしまいました。そんな俺にチャンスをくれたのが教授なんです。ふふ、感謝するのは早いぞ。才能、そして努力がなければ奨学金も無駄になる。だけどそれだけじゃこの場には来られなかった。教授のおかげなんですよ。俺にできることなら何でも力になりたいんです。うん、そうだな。じゃあ歌でも歌ってもらおうか。君は歌手なんだろ。しししし、喜んで。楽器の弾き語りはよく見てたけど、歌い手としても結構すごいんかい。師匠お呼びですか。ああ、ビクター君、聞いたよ。輝かしい成績で試験に合格したそうじゃないか。2位でした。ガウェインに越されましたか。俺は必死に勉強したのに、あいつはほとんど何もしていないであれなんで少し腹は立ちますが。ああ、天才タイプなのね。ビクター君、前に自分が力になれることがあれば何でもすると言ってくれたね。はい、R 人として長い人生の中で師匠への恩を返していくつもりです。一つ頼みたいことがある。大きな頼み事。私は過去にある人にひどい仕打ちをしてしまった。その人の名はレニーという。私は彼女を見つけ出し償いをしなければいけない。しかし私はもういい年だ。生きているうちにそれは叶うまい。はあ、師匠、弱気になってはいけません。彼女の魂は魔術によって前世から新しい命へと引き継がれている。彼女の記憶の鎖はある友人から譲り受けた。しかし鎖に光は灯っていない。つまり彼女はまだメイルストロムでさまよっているということ。はあ、メイルストロムを介して魂を送ったということですか。魔術でそんなことができるとは。そうだ、かつてはマナフローラの歌と呼ばれていたそうだ。私は何年もこの研究を続けている。私の魂をメイルストロムに送りたい。次の人生には彼女の元で目覚めることができるように。だがそれは私一人では成し遂げられないのだ。え、これは言えば私の魂を捧げた願いだ。マナフローラの歌を覚えて私の魂をメイルストロムへと送り出してくれ。師匠、もうジジイやもんな。わかりました。歌を教えてください。その願い、俺が叶えてみせます。ありがとう、ビクター。もう一つだけ、構わないか。君は R 人だ。私が再び目覚めるとき、君はまだ生きているはず。ああ、R 人はかなり長生きだよね。そのときは私の行方を追ってくれ。私がどんな人生を送ることになるかは誰にもわからない。君の助けが必要になるかもしれない。生まれ変わるまで待っていてほしいと。いや、いくらなんでもそれは厚かましいな。すまない。いいえ、言ったでしょう。恩は返すと。でもどうやって見つければ。私、そしてレニーの記憶の鎖を君に託す。それを頼りにしてくれ。ああ、それで見つけたのね、ビクターはね。承知。じゃあ、早いとこ歌の訓練を始めましょう。しししパクンな。笑い方パクンな。マナフローラの歌は単純な呪文ではない。頑張ります。大丈夫。もともと俺は劇団出身ですからね。だからって、行けるとはあんまりすぐならへんと思うけど。元の場所に戻ってきた。グレンが教授だってとてもそんな風には見えねえけどな。師匠は偉大な人だった。貧しい家庭や下級下層階級の子供たちを数多く支援し、優秀な者を積極的に大学に誘致した。それに治癒魔術の研究にも大きく貢献した。それじゃあその人は晩の後、グレンになる前の時間に転生。晩から一旦バーストロミューになってからグレンってことかい。ティモシーは転生は一度だけじゃなかったんだ。ちょっとみんな来て。まだまだ探すところありそうよ。新しいもんが出てきたの。何か見覚えがあるような。見覚えまだパズル解いてけっていう感じっぽいですね。敵もいるね。あれ、どっか行ったぞ。今度はさっきのパズルとはちょっとまた違うのかい。さあ、二つ目も行けて、もう一回ここ入る。誰、ありがとう、本当に助かったわ。レンドラム、誰や。いいえ、これも俺の仕事ですから。でも後のことはお医者さんにお任せしますよ。ほう。市長、少し休んで新鮮な空気を吸ってください。火は自分たちが消し止めます。ありがとう、頼んだぞ。こら、そっちに行っちゃダメだ。あれは、あ、ビクター、あなたはお師匠様ですよね。戻ってこい。平気だよ、ピート。
これまた転生してるってこと？あははは、ビクター、ずいぶん時間かかったじゃないか。え？どうした？泣いてるのか？こんなに大人になっていたなんて、つくづく俺は愚鈍な男です。自分を責めることはないだろう。俺を見つけられたじゃないか。ああ、見つけたんや。俺は記憶の鎖を手放さず持ち歩いていた。それなのに長い間何の反応もありませんでした。10年また10年止まっても光が灯ることはなかった。いつの間にか師匠と過ごした記憶さえ曖昧になっていた。待つのもバカらしくなって預かったアミュレットのことや師匠の頼みも忘れてしまっていたんだ。本当に申し訳ない。だから気にすることなんてないんだよ。見ろ、俺はこうして消防士もしてる。師匠、レニーのことなんですが、記憶の鎖は残念ながら光っていないんです。レニーはまだ今世に転生していない。メイルストロムにいるってことか。だけど俺は師匠と共に彼女を探します。必要であれば師匠の魂をもう一度メイルストロムに送ることだってできる。師匠が眠ってる間にレニーが目覚めたら彼女のことは任せてください。今度は決して忘れませんから。ビクター、お前がいてくれて本当によかった。ああ、俺は師匠の魂をすぐにメイルストロムに送ろうと思った。だが彼は消防士として人々を助けるために一生使いたいと願っていたのだ。あの消防士レンドラムはある村を火の海から救い出したこともあるんだ。どうしてあなたがそのことを？お、ロブが何か知ってる。また戻ってきたのである。ロブ、あの消防士さんのこと知ってるの？いや、読んだことがあるだけだけどな。そうですよね、ビクター殿。ビクター殿の脚本は過去に実際にあったこと、それもグレンの前世のことなんじゃないのか。あら、おっと、ファンにネタバレかまされてしまったか。シシシ。だとしたらグレンは一体何回転生を繰り返してるっていうの？さて何回だろうな。もう数えるのもやめてしまった。そんないっぱいあんにゃ。あら、グレンちゃんの過去の深さにやっと気づいてもらえたかしら。さあ、グズグズしないで次よ。別の門が開いたわ。ゴー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 言われてもな。これでじゃあまた3つ目になるのかな。これでまた、いや、あれ、真ん中に戻ると思ったんやけどな。これでただ歩かされてるだけ。入るとまたか。そういうことか。うわ、ガリガリだ。ずっと何も食べてないんだろうな。あれも過去のグレンか。すごいね、何回も見つけてんじゃねえ、ビクター。間に合ったか。あなたはヨハネス、おせっかいなおじさんさ。さあ、ついてこい。もう一回初めてビクターと会った時のとことかちょっと見てみたいね。こうなるとビクターさん、みんなが俺をいじめてくるんだ。親に捨てられた子供だって。それならそんなことないと言い返してやれ。お前にはちゃんとお父さんがいるだろう。しししし。はあ、でかなった。そして俺を助けてくれた全ての人たち、何より父さんへ乾杯。うまくいったよ、ビクターさん。ちゃんと動いた。この機会があれば数日で本を何十冊も印刷できる。これはすごいことだよ。本を知らなかった人たちが本を読んで知識を得ることができるんだ。貧しい人たちの生活も変えられるかもしれない。ははは、今更の話だったかな。だってなんだかワクワクしてくるじゃないか。おお。ああ、俺の番ももうすぐしまいか。かつて俺はあなたの師であり、あなたの息子だった。そして俺はもうすぐこの世を去る。おじいになった。だけど俺の使命は終わっていない。レニーはまだどっかにいるはずだ。ある程度年取ったらやっぱ思い出すんやな。マナフローラの歌の準備をしよう。こいつらにさよならを言ってやれ。あら、何回も輪廻転生繰り返してんのか。やけどあの時のエッチな気持ちは忘れてなかったグレンってことよね。近づこうとしたもんね、レニーにね。ふおー、涙が止まろうとしないのである。グレンは何度も生まれ変わったのに、その間私はずっと起きなかったの。残響を私たちと一度も巡り合わせてくれなかったの。ただの偶然とは思えない。グレン、お前、あれが最後のもんだったはずよ。これは、は、何、またあの悪ガキたちね。出た、手前のやつちょっとハゲてるもんな。グレンの過去を知ったところで何になるんだ。そうよ、こんなもの何の罪滅ぼしにもならない。グレンは罪人、裁かれるべき人間よ。
お前らも僕たちがさばいてやる。あれボスなのね。おい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 、彼方の残響チェインドエコーズ言うてますけど名前がもはや急にラスボス。マジか。素早さ下げて、シールド貼って、闇匂いが今度は。おいクロテル2回攻撃。うわ嫌なやつ。どうしよう。チェンジしたらヒーラーやろ。暗闇なんかにする意味があるタイプなのかどうか、言いたいことも言えないこんな世の中で。まだまだ。どうしよう、レニーの出番がなんか全然。ちょっといろいろミスっとるか。パカパパカパで、お前はチェンジるか。なんかええの覚えてないんかお前。編成で変えるべきやったかこいつの。なんか覚えてる技やめて。2回攻撃はエッグショットもしたし、一旦火力落とさしといて。お前は攻撃役やもんなこいつ。お前のダークスピアは結構大事な気がする。妨害、何それ。うわマジかよ。全体攻撃やな。全体攻撃覚えてんのは今レニーしか覚えさせてないんじゃなかったっけ。影グレンがどれぐらい食らうのか。ウィンドジャンプファイヤー。あんま食らってない。呪いって何やったっけ。あ、呪い何やったか覚えてないわ。かい、うわーグレン結構体力あるなおい。こうなるとチェンジン毒派生して。いやでもきついなこれ。はあ本体よ。でもお前は叩いておきたい。2ターンで死亡か。いったら頼むぞ、倒してくれ。全部倒せい。ズン600。どうなんだいそれは。2ターンで死亡ってこれ止められへんやったっけ呪いって。なんかまだ結構あるねお前。1匹ずつやっていくべきか。ふん、ズンズンズン。いいよいいよ、ナイス。それナイス。お前どうする。お前一旦回復みんなしとくで。あはん、耐えた。やめて。でもナイス耐え、ナイス耐えよ。チェンジからの、オールヒール。悪くないよ、一旦で死亡。んじゃ変更する。どうしよう、防御バフを。防御バフはあるやつはあるのよな。でもな俺歌っといて。でお前武器いっぱい召喚したから一旦これで全員の TP 回復。武装解除すべきか。
こういや、このまま速度ブレイクで、なんだいなあ、普通に殴る。なんか来る、またあ、大丈夫。うわ、なんかオーバーヒートのところおかしなった。チェンジからのズバズバズバからダークスピアで下げといて、ズバ、さらにどう下げよう。爆発トラップで無難に一回下げの、でいや死ぬやんな、あと一ターンで死ぬって言ったからな。火力上げの出血差しの、どうなの。うーん、大丈夫、オーバードライブは維持できている、悪くないだろう。ヒール、めっちゃオーバーヒートするやん、オーバーヒート刺すやん。チェンジングヒール、ああ、いい感じいい感じで、 HP 吸収のやつで軽く落としといくやつ、はい、ああいいよ、全然大丈夫大丈夫、耐えてるものよー、オーバードライブだもの。ここが大事か。チェンジ、出血、会心アゲーノ、お前は何しよう。死ぬもんな、でも変えとくか、一旦で死亡言われてるけど、いいだろう。ズンズン、妨害ターンでしたっけ。出た、それやめてもらえませんかね、それやべえんだわ。回転好きで一旦オーバードライブ入れといて、あー、お前は全員を、これここや、このタイミングで全員暗闇や、せやせや、そういうことや。でやべえぞ、あー、回復アイアンドローはなんかわかんけど、オーバードライブしとかなあかんから一旦こうしとく。ヘビー状態って何やったっけ、あはん、そう来るだろ。でもな、私は全員を復活させることができるんだ。おい、やめとけ、オーバーヒートはやめとけ。で MP がなくなっている。いやでもここは無難にケーキとか使っといて、で全員を倒したいけど、毒は切れたか。ジェンチ、あー、ない TP なかった、ごめんよ。でやめて、出た呪い、やべえぞ、全体攻撃が、ふんは、ズズズズン、2ターンで死亡ね。ささささ、お前は、お前の全体攻撃結構大事な気がする。何そのオーバーヒート、ポイズンで
いやー食らうよね、それきついね。ねえ全体入れてねえんだよな。一匹ずつやっていくか、本体狙うか。 TP ねえからでもみんな回復せなあかんよな。エーテル召喚、オーバーヒートがちょっとやべえことになってる。やめて。うーん、やばいやばいぞこれ。いやー一匹ずつ倒していくかこれは。いやもう知らない、よしからの知らない、おいやあいつはもう毒で死ぬはずやから、ここは是が非でも耐えなあかん。一番耐えなあかんのは、いやー今でも必殺ねえしな。純粋に全員回復。あーそこ一番死んでほしくなかったそこ一番死んでほしくなかったのに。オールヒール、やばいやばい。あいつはでも毒で癒やしなへんのか。ここはちょっと一旦殺しておいて、でてん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 しのからの、どうしよう次攻撃来るから全体攻撃された方がまずい。MP ねえし、はっ頼むぜ。もう2回攻撃ないって。あ終わった、もう終わった。ポイズンで死んでくれたら嬉しいな。いっためちゃギリやったありがとう、それはありがとう。みんな死にまくってる。ああここはワン、はあお、今までの転生4回目なのか。じゃあグレン、俺に何の用があるんだ。おいおい、いきなりそんな。ビクターさん、俺はあなたがわからない。どうして長い間俺を助けてきたんだ。お前は俺の師であり息子であり生涯の友人だ。お前がいなければ今の俺は存在しなかった。だけど俺は殺人犯だ。レニー、俺が君に何をしたか知ってるだろ。てんてん、レニーを殺したのはお前、グリモワールを2度爆破させた男、それもお前。俺たちはもう分かっている。だがレニーはここに生きている。そしてグリモワールの事故はお前の悪意が引き起こしたものではない。人はお前を殺人犯と呼ぶこともあるだろう。だが俺はあえてこう言いたい。お前は無一文で路頭にさまよっていた男に人生を与えてくれた。支配にあえぐエルドレアに希望をもたらしてくれた。時に誰かを傷つけてもその分誰かを救う、それが人の道。成長とは失敗と成功の積み重ねの先にあるもの。俺たちが俺たちでいられるのもその積み重ねがあってこそ。大事なのは自分が誰だったかじゃない、今自分が誰なのかだろ。ワイルドだろビクターさん。人は私にあなたを憎むべきだって言うかもしれない。でも私はそれは違うと思う。バンは卑しい男だったけど、あなたはもうバンじゃない。卑しいとか言うたんなよ。グレンもグレンでエッチなことばっか考えたで。たとえあなたが昔バンだとしても、それは言うのね。今私の前に立っているのはグレンしかない。もうあなたは別の人間だよ。ほんまに思ってる？あなたは戦争の兵器を取り去り、バランディスを支配から解放しようとずっと戦ってきた。私はあなたを信じてる。でも一回拒否言ったやん、レニー。一回レニー拒んだやん。レニー、ありがとう。それからみんなも。俺、やっと全てを取り戻した気がする。うん、気がするだけかもしれんな。どうなんかな。レニー、俺たちようやく出会えたんだな。あ、浮気カップル思い出し、そんな風に言われるとなんだか不思議な気分。
だよな。なんか嫌や。ごめんルニー、俺が君にしてしまったこと、それからティモシーにしてしまったこと、俺は君に消えない傷をつけてしまった。完全にバンやん、喋ってんの。うん、でもそれはもういいの。でも一つ言わせて、今いくら今の自分を変えたとしても過去の自分から逃れることはできないわ。お前はバンって言ってるよな。なんか善と悪はお互いを打ち消し合える存在じゃない。正しいか間違っているかどうかは関係なく、やってしまったことには結果が伴う。それな、塩分取りすぎたからって糖分いっぱい取ったらいいとかそういうわけじゃないからな。私はかつてあなたに殺されてあなたを憎んだ。でも今のあなたの綺麗な心と志を見てあなたが好きになった。そして私が過去のあなたを忘れられるのは、あなたが過去のあなたを心の底から悔やんでいるとわかるから。だからもう私の心に憎しみはないわ。どうかな。だからもういい、それを伝えたかった。もういいか。許されてはない気がするな。ありがとう。ああ、忘れようとしてるだけやな。ええのかい。過去の記憶は戻ってきた。だけど前と比べて変わったわけじゃないな。俺はグレンだ。だけどまだ疑問は残ってる。ここ数ヶ月考え続けてきた謎への答え。赤い目の魔物ガウェインはこの星エルドリアがあいつを産んで俺を追ってきてると言ってた。どうして俺だけマグノリアの扉が見える。あの時時間を止められても俺だけ動けたのはなんで。ああ、ビクターさんはピーターが見えていたみたいだった。子供たち、あいつらは幽霊だったのか、それとも。答えを見つけるには方法は一つしかない。ガウェインを見つけるんだ。ああ、進みましたよ、なんかお話が。グレン、よかった、ようやくお目覚めか。ごめん、みんな待たせちゃってたよな。でも俺はもう大丈夫。俺は俺だけど、でも少しだけ見えるものが増えた気がする。なんていうかな、眉がなくなった気分なんだ。俺みんなのリーダーになれるよう頑張るよ。おお、やっとリーダーの自覚。これは何、こもっちまったお前をなんとか餌でおびき寄せて出してやったんだよ。スカイアーマー、たくあんた、だからそのよかったな。おかえりグレン。マグノリアは、俺を言っておきたいんだけど、あの占い師さん、お前が目を覚ます前にレイナ王女の花を持ってどっかに消えてしまった。何を考えてるのか。鍵となるのはレイナ王女が口にしていた会場の呪文のはず。だから大丈夫だと思うけど、まずは直近の問題を片付けなくてはならないだろう。マグノリアさんがなんかやべえことしだすとか、キリアみたいなタイプやったらどうすんの。そうだ、フレディックは明日にもグリモワールを発動させると通告している。マジっすか。ファンズボートとトルムンドに攻め込んだレジスタンスたちは、レジスタンスの数は多くない。もしフレデリック王の軍が弱っていたとしても都市を奪還することは難しくあるまい。だけどならどうしてあんな通告を。俺にも奴の真意は測りかねる。ラミナスタワーでフレデリックを叩くしかない。トルムンドとファンズポートからレジスタンスを撤退させ攻撃を開始するか。いや、妙な動きをすればフレデリック王はすぐにでもグリモワールを使ってくるかもしれない。俺たちの全戦力をあそこに集中させるのは危険だ。フレデリックに見つからないよう少人数で潜入しなきゃダメだ。星の知る限りではフレデリックはタワーの頂上にいる。雲の上からタワーにぶっ込むのはどうだ。ドリルか何かで穴を開けりゃタワーの中にも入り込めるだろう。タワーは魔物の巣窟、ちょっとした騒音では奴らも気づかれることはないか。あれ、マジでそれで行くん。いいかもしれん。だが我らが飛行艇で突入する間、地上で陽動を行う部隊も配置しておくべき。それなら仲間をスカイアーマーに乗せてタワーの近くに待機させておきたいな。もちろん気づかれない範囲で。だがよし、じゃあすぐにホランに知らせよう。夜明けは計画実行だ。グラングリマールの奪還、そして遠慮しなくていいわ。フレデリックの延長を奪わなきゃいけないことはもう分かってる。あら、そう、そうするしかない。あの人はもう人の心を捨ててしまったから。今日は一日ゆっくり休もう。いい気を養って、それからいよいよバランディスの中心にあるラミナスタワーへ向かうとしよう。あ、急にサイドクエスト。さらにクランランクに応じてバランディス周辺で新しい仲間たちを引き入れられるかも。あれ、まだなんかそういうことをやった方がいい感じかい。人参のやつもまだやってないからな。ああ、時代の終わり言うてますけど、どうすんの。フレデリックはタリンも破壊する気。クレネの翼は彼との最終決着の時が近いと確信した。
最終決着近いらしいというか、めっちゃなんかスキルの、ここに来てグレンが一番後ろおるけど、他にもでももっと仲間おるってことかな。俺どういう組み合わせにしてたっけ。ロブの後ろにグレン置いたのか。いや、この感じかやっぱ。なんだかんだで未だに悩んでるところは多いんですが、っていうか、え、スキルがグレンは3、あ、なんかの分やってなかったってことかい。ここはステータスとりあえず振っといて、ある程度パッシブもみんな持ってるもんね、スキル。なんだかんだででもちょっと苦労するようにはなってるよな。デバフを付与する。このデバフを受けた状態で敵を死亡したり使用者の TP 全回復、全体攻撃がちょっといるかもなんて思ってたりもするんだが、まあ、ステータス上げるに越したことはないのか。とりあえずはあと1手に入らんか。これで全然足りひんわ。もう最終が近い言われてるけど、まだじゃあ結構レベル上げとかせなあかんのかな。魔術ダメージブロック抜き足2だけ回避を付与。一部意味がわからんよね。回避マニア、かわした後 25% の確率でもう一回かわせる。速度アップかな。回心ダメージカウンター速度アップ、単体物理攻撃だし 20% です。エアドロップよりも速度アップ、ポイントまたずっと貯めてるけど、これも使ってった方が多分いいよな。いやでもまだまだステータスも上げて、前らもドロップアップ中毒ショット中毒ショットってなんや。ドクト麻痺気まぐれトラップ、対象攻撃者敵一体に3ターンの間1のランダムな回、いまいち説明がわからんのがちょいちょいあるのよな。ロブさんは精神だけやっとこうか。あとはお前も状態異常な、防御でいいわ。防御と、この辺もうステータス重視で、お前や、お前が結構、ああこれね、はあはあ、シャープショットと精神上げとけ。前も自分しか上げへんからなこいつな。こんな感じかい。ああ、でトムケは未だによう分からん。この子だけTP 消費しないとかも全然使ってないからな。こうしてポイントぶち込んどいたら、前もポイントぶち込んどいたら、レベル1のやつはさすがになぶち込んどいていいよね。レックショットもぶち込んで、この辺にもぶち込んどいて、いいでしょう。レベル1のやつにはぶち込んどいて、
な感じ。あ、レイズってレベル上げたらそんなええ感じになんやね。うん、急にちょっとポイント使いすぎ。いいよね、大丈夫やね。オッケー、ちょっといろいろポイントも使ったしこの感じでいいでしょう。あとはなんか宝箱ある的な感じになってるけど、メンバー見つけた方がええんかな。なんか新しいこと喋ってくれるようになったりとか、そういうことではないのかい。宝箱あるってなってるけど、それはどこに、ん、息子がいるなら妻がいるはず。あ、そういえばそんな話、メスのリザード族を見たことがあるか。なかろう、無論そんなもの存在しない。もういいだろう、想像に、想像にお任せしとけって言われた。はあ、宝箱だけ欲しいんですけど。あれ、このエリアにあるってなってんな。でもな、ないんですけど、外出たらゼロやもんな。あれ、見回しても見つからん。あっちになんかあれかな、行けるようになったりとかすんのかな、そのメンバーを増やすとやらをやれば。ああ、わかりませんわ。この島の地図実はまだ作れてなかったんだ。よかった、一緒に来といて。ってことはこっからサイドミッションがまた多分ちょっぴり増えてはいるってことやんな、この辺のが多分。試しにバトラスさん戦闘やし、この仕事悪くないんじゃない。報酬も含めて民のボディーガードを募集。確かに俺たちにも行けてそうなのである。トルムンドの西部地区からの依頼みたいね。詳しい話を聞いてみようか。妖精は歌う。ああ、やっぱマルサイドクエストはそこそこあるんやろな。新しいクエスト。トルムンド西にいる依頼人。その辺やってったらキリがないかもしれないのが、ああ、どうかわかりませんが、まあまあ一旦ね、グレンを救出することができたので、こっからまたじゃあ続き次回プレイしていきたいと思います。なんだかんだメインクエストは終わりが近づいてるのかな。それではまた、よろしくどうぞ。